プラットフォーム会員登録モバイルバージョン。 TIPS プラットフォームサイトにアクセスすると、韓国のウェブサイトなのでハングルのページが見えます。それで世界中の人々が見られるように多様な言語を支援します。画面のハングル、エオネオシオンタイグまたはランゲージセレクションをクリックします。さまざまな言語がありますが、大衆的なハングルイルボネオまたはジャパニーズランゲージをクリックします。ウェブサイトが日本語に翻訳されているのが見えると思います。では会員登録をするために右上のログインをクリックします。一番下のアカウントかありませんかをクリックします。そうすると推薦者コード入力とメール入力が出てくるんですが、推薦人コードがなければ会員登録ができません。そこであらかじめ準備した私の推薦者コードのリンクに入ってみます。推薦者コードが確認されたらメールを入力します。入力が完了したら電子メール認証ボタンをクリックします。画面のようにポップアップウィンドウが表示されると、本人の E メールに認証番号が送信されましたので電子メールのアカウントに入ります。インフォで始まった E メールで認証番号が来たことを確認することができます。入って認証コードのコピーをします。コピー後、認証番号の確認をクリックします。画面のようにポップアップウィンドウが表示されると、メール認証が完了しました。順番にパスワード、ニックネーム設定、資格の箱をチェックした後、会員登録完了ボタンを押すと会員登録が完了しました。ありがとうございます。